お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュライドやっていくんですけども、今日はですね、世界一でやっていきたいと思います。まあ、ガチマルチですね。今、まあ、7400で65位かで、世界一は、まあ、76いってるんですよね。まあ、200ぐらいちょっと離れてるんですけども、ガチマルチやっていきます。でデッキなんですけども、ちょっと30白いフグでやります。なんか30白いフグっていうか、まあ、30白コジョババもだったり、なんか三種が今ちらほらいて、まあその多分理由としては、これね、見てもらえれば分かるんですけど、ヤユキのスケラとか、まあなんか最近だとクエイクデッキとか、まあなんかこうファイボとかポイズンが入ってないデッキ、もうタルババユキ玉しかないデッキとか、ヤナアメデッキとかも最近やっぱ流行ってて、もうそれはやっぱこう三重子がいなかったり、まあそういったね、理由によるものだと思うんですよ。で、まあ今ちらほら三重子がちょっと増えてきたので、今日はね、このムート入りですね。三重子ローイフグにさらにムートも入ってる。というわけでやっていきます。で、ムートは、ここ最近ね、すごい流行ってるハンターに強かったり、まあ細かい系のね、陸系がない相手にも刺さるので、意外とムートはなんかとりあえずもう使っとけっていう格好ですね、今。そう、で、直太郎さんです。この人は迫撃で、迫撃ディガーだと思いますね。で、ムートが入ってる気もしないこともない。まあ、とりあえず今は、なんかムート使っとけば、なんとかなるよっていう環境ですね。なんか僕がよく使ってたマジアチョウオールブレーカーの、デッキもあるじゃないですか。あれも、ムートとかの陸撃がきついんですよ。30石とかも。そうそうそう。だから、まあ、そういったところでね。よいしょ。さあ、これはまあ耐えます。久々の30石という感じですね。まあ、この辺これなくても良さそうでしたけど、迫撃、コウモリ、ガゴムレか。まあ、ガゴムレとコウモリがね、ちょっとめんどくさいかな。なんかそんな感じがしますね。さあ、ディガーとか来るかな。うん。来る。いや、これ、ここでさ、壊れられるとさ、このさ、壊れたムートがさ、わかります？タワーまで攻撃しちゃうみたいな。それが嫌ですよね。さあ、で、ガゴ群れか。いや、ガゴ群れマジでやばいっすね。僕のデッキ、ガゴ群れ、バカきついっすね。しかもこれムートなんで、ちょっと回転がね、遅いんですよ。そうそうそう。まあ、ガゴ群れだけ。ガゴ群れだけ要警戒で。あとはもう、頑張ります。許容します。で、コウモリは、基本アイゴレで処理かな。30子出せたら、流れが変わると思います。で、相手は1枚タルババで、もう1個が、まあ、ヤナアメか、ファイボかなんですよね。ヤナアメだったらすごい嬉しいなーっていう気持ちあります。さあ、もうゴーストだけ流してからね。ユニット流して、これに対応させてから戦います、僕は。さあ、残り1枚。相手がこれヤナアメかファイボかで、世界変わりますね。ファイボだったら多分、キツキツ。さあ、まあ、ここ来ます。ヤナアメとか来てもおかしくないですね。で、ここで攻めて、このね、三重子がやっぱ単体で行ってしまうので、まあ、こんな感じでね、軽く抑えられるよっていう。さあ、まあまあ、一旦ね、守ります。守って、まあ、ムート受けとかもね、相手はガゴムレとコウモリなので、ちょっときついのかななんて思いつつ、うん。まあまあまあ、めっちゃ悪いサイクルっていう感じでもなく、めっちゃいいって感じでもなくみたいな、そんな感じっすよね。さあ、とりあえず攻めてあげて、いや、この三振にね、迫撃打たれるとマジやられちゃうんでね。で、左側は許容できますね。もう対戦相手はもう右ですね。よいしょ。さあ、いや、ワンチャンあるな。今回相手が矢の雨なのが救われてます。で、迫撃受け？ファイボ？おお、これ、決算死して、左側はもう無視でいいですね。で、ワンチャンディガー来るよ、右側。トリトンだけ？あ、来ない。よいしょ、ちょっと一回攻めちゃいたい。うん。で、これ、ガゴ群れが？あ、やばい、これマスケか。いや、マスケ勝てるな。オッケーオッケー。いや、熱い熱い。いや、熱め。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい攻め。さあ、で、これ、なんか攻めたいですね。いい、いい。いや、来た！ん？オーケーオーケーオーケー。さあ、グッドゲーム。危ないですね。危ない危ない危ない。まあ、ガゴ群れがまあ、やっぱ僕がきついところで、ガゴ群れでね、防衛してくるので、みたいな感じの追加ハンターがね。さあ、良さげでした。52ですね。あと2勝で、まあ、75かな。はい。
いやー、三女子夏いっすね。なんかこうゴーストとかロイフグとか飛ばしてユニット出させて、それを後ろ三重視で、まあ、回収してみたいな、なんかそんな感じのサイクルですね。そう、なんかでも最近はロイフグじゃなくてエリポン入りの古城ババ三重視とかも、まあ、なんかいたんですけど、このねエリポンなしの三重視、まあ、僕すごい昔はエリポン入りの三重視しか逆に使えなかったんですよ。エリポンないとマジで戦えないみたいな、エリポンない三重視じゃ三重視じゃねえというか、エリポン命だったんですけど、逆に最近はねエリポンあんま使ってなくて、エリポンない三重視の方がまあなんか使いやすいというか、エリクサーポップ置いた瞬間がやっぱピンチになって、こうもうねロイジャイとか、まあ、ディガーデッキとかも今多くて、やっぱエリポン壊されるリスクも高いんでね、なんかエリポンない方が、まあ、個人的には使いやすい。そう、あとはムートとかもいてみたいな、まあ、そんな感じですね。今の環境の新型のね三重視デッキ、皆さんもぜひ使ってみてください。さあ来た猫ぜい、よろしく。なんか韓国の人はよくスケラなイメージがありますね。まあ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 、とりあえず基本的に三重視最初あんま出さないかな。ゴーストね、ゴースト咲いて相手にニット出さしてから逆サイローフグ行くのか、ケツサインするのか、ムート合わせるのかみたいな。サイウィズ、いやこれさ遅延スキラかエレジャイかゴレカのタクなんですよね。ん？なんだこれ、待って、あ、スキラフリーズだ、多分スケフリ、これバルキリーコンかな。いやー全然わかんねえ、ちょっと三死出しちゃおう。うんこれスケフリーっすね相手で。多分1体の方は虫かな、で2体の方にバルキリー当ててくるとかかな。これ絶対バルキリー当ててきます。だからこのタイミングのロイフがうざいはず。まあ、これこのトリトンさ取っといた方が良かったかな。ボーラーこれキング起動できねえかな、ちょっと早いか。いやキング起動できなさそう、このボーラー超射程くんだったらワンチャンフリーズ来るな。うう、いや耐えて、ハント、いやーいて、いて、いやまあ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 、まあ、悪くね、いや全然悪くないですね。オッケーオッケーオッケー。相手がこれ今陸系、あーアイウィズじいちゃんいんな、じいちゃん今回スケラフリーズなんですよ。そうだからもう三重視が無双するんですよね。三重視が無双する、で今こう受けがないからっていうので、なんかこうおしゃれな攻めが来てますね。サイウィズバルキリー待ってない、あー待ってるか、待ってたらよくなかったな。さあ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 、ゴーストちょっと嫌だな。これムート大事かな。ムートいないとスケラの受けがきつかったりしそう。いやこれちょっとやばいな。フリーズ、フッ、いやフリーズ来る。これさワンチャン、いや折れねえのか。あこれやばいっすね、もしかしたらボーラーで耐えられて。いやでもこれムートでぶっ刺せそうな気がしないこともないけどな。でタルババとかで攻めて、相手やってる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 、いやワンチャン、マジワンチ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 、エレキ、いや陸がない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 、一本折ってくれ一本折ってくれたら世界変わる。ムート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 、オッケー、世界変わった、世界マジで変わった。三死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 、あ待ってやばい、マジやばい。ちょっとあのキング起動気をつけて、キング起動というか、いやでもこれ絶対耐えれる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 、耐えろボケ、オッケーオッケーオッケー、待って世界マジで変わった。いやーでバルキリーが多分来んだよな。いやそうなんだよ、これ多分勝ちに行っていい気がした俺。いい、うわーでも強い相手もオッケーオッケー、いやでもめっちゃいい攻め、このなんかうざみムートで、うん、ボーラー、いやボーラーなんかうめえな。いやこれ三重視出すさ余裕がねえんだよな。三島出して、いやスケラと被ったら美味しかったな今。いやちょっとよくね三重視したか、これもしかしてバルキリーでなんかチキってやられそうっすよね。いやーやばいぞこれ。うん、キングかなこれもしかしたら。うん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 、まあそうっすよね。
もう祈るしかできねえ俺。あ、待って、あ、マジ、え、いや、キングバカ削られんな。いやー、これ勝ちたいな。これは絶対相性いいはずなんすけど、しょっぱな一本取られたのが嫌だったのと、やっぱキングスキラー強いっすね。あの、一本おられた際に、上手い人マジで、横のタワーじゃなくて、キング行くんですよ。なぜなら、スキラーを打った時に、ここの横のタワーだと、このスキラーがね、やっぱ外の方に湧いて、あんま殴らないんですよ。だから、キングだと、でもタワーがでかいことによって、スキラーがもう、タワーのすぐね、横に湧いちゃうんですよ。だから、キングの方が、スケルトンラッシュがね、やっぱ入りやすいっていうので、あの、キングに打ってくるのがね、ちょっといやらしいですね。さあ、今回相手は、LSP のホグか。なんか、LSP がまあ珍しいですね。まあ、2.6 ホグとかの可能性もないこともないかなっていう。さあ、さっきの負けるのは痛いね。とりあえず、前半は、てかまあ、3死出す必要がない感じがするっすね。さあ、耐えます。まずは、前半耐える。前半耐えて、いや、これだけでね、相手絶対うざいんだよね。OK。ゴーストアイグルハンター、テスラ。いや、でも、硬いですね。うん。いや、これ、タレボブしてもよかったかな。まあまあ。さあ、テスラの、まあ、高回転ホグですね。テスラ型か。まあ、ラバー意識なんですか。まあ、残り1枚、クエイクか、まあ、なんか、ファイボかありそうですね。まあ、クエイクかな。クエイクっぽいけど。うん。さあ、これ、多分一発、この位置の取ると殴られちゃう気がするな。いってー、痛すぎー。さあ、まあ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 。で、突破できるかわかんないですね。テスラが、バカ強いんで、このね、テスラをどう突破していくか課題かと思います。で、三十指左にで展開したいけど、展開した瞬間のホグも嫌だな。さあ、展開していきます。うん。テスラマジで強いっすよね、これ。もう一生なんか出たままでいいのな。さあ、クエイクとか。これ一回、もう一回待っちゃいます。いや、いい、入ってんな。ラッキーパンチ。相手、今回クエイクだったら、まあ、ムートの受けとかきついと思いますね。よいしょ。だから多分、三重種あんま出す必要がないのかな。もしかしてだけど。うん、やばい、ミスト。多分、三重を、あっち、ちょっと。いや、でかいでかい。出す必要がなくて、このムートゴーストユーノのこの攻めが多分相手絶対きついんですよ。オッケーオッケーオッケー。いやでもうまいな、そのハンターは。いや、いい。いや、マジ。いいね。もう三十種いらねえな。このユニットブッパが強いですね。いや、ここでしかもロイホグ。いや、これがね、激アツ。で、ホグがワンチャン飛んでくる。さあさあ。いや、いいね。もう三十種、まあ、出してもいいっちゃいいけど、出す必要もなくなってきましたね。キュッキュッキュッ。で、ちょっと逆サイも警戒する。めっちゃ高め30し。オッケーオッケー。相手は、これでね、戦いにくくなってきますよ。さあ、高めムート。これでも左か？いや、左と右悩むな。程よく許容されてんな。いや、でも結構入る。あ、これテスラ使った？見て、これ、絶対きつい。しかも、ないと。ああ、いい。いや、撃ってほしい。マジで撃ってほしい。いや、これ、ハンター多分やばいんで、許容はね。さあ、あと70。うわ、オッケー !76 削り切った。いや、今回の相手すげえな。テスラクエイク、ウッドっていう、ちょっと珍しいね。珍しすぎん？しかもハンターなんですねっていうホグですね。まあでもムートがやっぱね、ここ最近ハンター環境なので、こうムートがね、やっぱ生きてますね。結構どのデッキにもムート。親衛隊とか、ロイジャイとか、まあ迫撃砲だったり、まあロイホグとか、まあこの三重種とかにも、スケラ、ほんとゴレ。うん。なんかほんと何にでもね、ムート入れとけばっていう環境ではありますね。いや、でけえけど、さっきのスケフリに負けたらマジで悩みますね。さあ、来たー！
クロスな気がする。テスラアーチャー普通の2級クロスのナイト型かな、 3.0 か、そしたらな気がするけど、僕の記憶が正しければ。うん、ゴースト GG だな。おお、2級だ。いや、これ2級相性そんな悪くないと思うんだよな。あー、でもユーノ型だったら相性そんなだけど、あ、でもこれ待って、ムートだ。ユーノがムートになっ、あ、でも、ん？トリトンもいんな。なんかよくわかんないですね。ヒースピとかがいないのか。まあまあまあ。めちゃめちゃ相性悪いわけではなさそうっすね。しかも相手なんか5打ってくれたから。いや、でもこれ別に防衛クロスとか、なんなら防衛クロスで出さずにアーチャーナイトとか、そうそう、普通に守られちゃうんですね。低めアーチャーとね。みたいな。これこっち行っちゃおうかな。固める必要なかったな。多分絶対セパでよかったな。ちょっとあの、三重士久しぶりすぎてね。悩み申しました。あ、でも入ってる。いや、入ってる。いや、いいね。熱い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 。結構入ったな。これ僕だったともう守ればいいですからね。で、左の方が削られてるし、左の方が削りたいんで。これ何が救いかって、相手がアイゴレなのが救いですね。ナイトだとやっぱムートとか受けられるんですけど、あの、アイゴレだとね、ムートを一瞬受けるだけで、ムートは別に壊されないんでね。それが今回でかいっすね。うん。さあ、激アツだな。この序盤のダメージ、せこいっすね。さあ、決算紙やりたいけど、相手が5使ってこないなら、やんないかな。ムートあるしね。今行く必要もないかなって。さあ、相手もめっちゃ様子見てきますね。うん。さあ、ウッド削り。相手絶対5打ちたいと思うんだけどな。いや、どっちに何を出す？ムート出してみるか。ムート出してこれに5打ってくれたらラッキーっす。打ってこないか。これ行った方がいいっすね。よいしょ。で、ちょっといろいろ、いろいろやってね。この防衛クロスを壊すっていうロイホグですね。これは。なんか攻めるためじゃなくて、まあ、ほどほどに攻めて、これダメージ入ってるのマジでラッキーで。で、ずっと僕コストキープしてるんですよ。こんな感じで。そう。今のは防衛クロスをただただ壊したいなっていうロイホグだったんですけど。いや、でかいな。いや、いいね。クロスに勝てるならもう、なんも、ね、文句ね。最強すぎる。で、ムートが残ってないから、まあ多分ここは、大きなダメージには繋がらないけど、ゴーストが事故れば左行くな、あれ。ああ、右行くか、あいつ。くそ。なん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 。いや、いいね。いや、一生僕はコスト残してるんでね。まあ、ここぐらいかな、ちょっと怖いのは。まあまあまあ。この低めは、で、クロスが回るかもしれないですね。だから、ここ余分にコスト使いたくないですね。いや、でも相手のこのムート行きうまいな。ね、めっちゃうまくないですか。ほら、ムート入る。あ、終わったんじゃねこれ。なんもしてないけどね。いや、ムートとタルト、ね、いや、なんか、相性良さげな感じがしましたね。初手でワンパンされなければいけそうというわけで、さあ、まあ、次でね、7-5というところまで来たんですけど、今日はちょっとね、ここまでで終わりたいなと、思います。いやー、このスケフリーはね、まあ相手が上手かったとしか言えないですね。相性はね、絶対いいとは思うんですけど。そうそうそう。まあスケラ受けがね、ちょっとないぐらいですけど、絶対相手も 3C もきついし、無駄もきついので、ちょっと悔しかったんですけど、久々にね、30士でも戦える環境が来ましたので、ぜひね、皆さん30士使ってみてくださいだけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。